三国鼎立の時代、揚州方面の戦局は魏に傾いていた。呉は魏軍の前にたびたび敗れ、魏に降伏する者も相次いだ。呉の孫権は局面を打開すべく、波陽軍大衆周宝に一計を授ける。彼に偽りの投降をさせ、魏軍を呉領に誘い込まんとしたのである。計は見事当たり、魏の都督曹休は石庭に進軍。孫権は満を持して曹休軍の殲滅に乗り出した。兄孫策に遅刻の才を称えられた孫権が見せた戦の才、王者の風格が漂い始めた孫権のそばに今日も廉氏は立っていた。誰よりも大切な人の成長を誰よりも近くで感じながら、魏軍はそこで、はい、だが行ってまい。敵は周宝の投降で油断している。リクソンの作戦を皆で成功させるぞ。私は奇襲のため進軍します。内城の敵を排し、伏兵の準備をしてください。彼が長領に知らせる前に撃破しましょう。スパイ率いる魏の援軍が接近している模様。砕いてやる。彼は知恵者、策に気づくかもしれません。芝居の到着前に奇襲を成功させましょう。あと少しで関門に到着します。中にいる周宝が開けてくれる算段です。貴公、全部から何をしている。彼らがいたら周宝は動けません。関門前の敵を撃破しましょう。決してやる。動いておけ。次は容赦しねえぞ。覚悟を現状が討ち取った。甘いな。お強いのですね。私も勇気づけられます。うまくいきましたな。さあこちらからお入りください。皆さん、奮戦していらっしゃいますね。
私ももっと先行を立てなければ。私は大丈夫です。すまぬ孫賢様、決着がついたとはいえ、総大将たるお方がこのような前線にいらしては困ります。しかし孫賢様のお気持ちはとても嬉しく思います。ですが、孫賢様を心配している方もたくさんいるのですよ。そうだな、お前にも皆にもいらぬ心配をかけた。その許してくれ。戦で死にたくはあるまい。ならば